カモミと一緒に三重の森林のことを調べに行こう。豪雨や台風などで流れ出す土砂、森林が元気なら土を支えたり水を蓄えたりする働きで被害を小さくできるんかな。実はどんな森でも大丈夫とは言い切れないんですよ。あなたは？私は災害に強い森づくりを研究している島田です。森が土を支える働きを発揮するには木の幹の太さが関係しているという実験結果があるんだよ。どんな実験ですか？いろいろな太さの木にロープをかけて引っ張り、どれぐらいの力で倒れるか実験しました。その結果、直径が30センチ以上の木は一定の基準の土砂が流れても木は流されないという結果が出たんだ。直径が太い木ほど地面に根を深くしっかり張っているので、災害の時土砂の流れを和らげる働きが期待できるんだ。30センチまで太くなるのにどれぐらいかかるんですか？干ばつしているかどうかで差が出るよ。人が植えた人工の森は干ばつすることで太い木に成長していくんだ。きちんと干ばつしていれば次は35年ぐらい、ヒノキなら40年ぐらいで30センチになるんだよ。干ばつしていないと100年ぐらい経っても30センチまで太くならないかもしれないな。森林の土砂が流れ出すのを防ぐためにもきちんと干ばつをして太い木に育てることが大切なんやね。